上昇北条は奈良県伊駒郡群栗町上省にある日本の城石。上昇北条は奈良県伊駒郡群栗町上省にある標高117.5メートルの丘陵地に築城された東西約60メートル、南北約67メートルの規模を持つ中世の館城遺構である。遺構は堀、土類、各都市が非常に状態よく現存し、 館城以降を知る上で絶好の標本となりうる以降であるが、あまり周知されておらず研究も進んでいない。追記時期、城主に関する資料は全く残っておらず不明のままであるが、東城の位置が、へぐり町一茨、西向き、上昇地区に、平安時代末から、戦国末期まで続いた、当時の根本昇園平野伝承の省内にあたり、 衝撃全体を見下ろす絶好の高地であることなどから、平野伝承の記録が、ただ残る当時ゆり文書に、たびたび登場しげすまで務めた、悪党、総歩氏に関連する上司と推測されている。また、平野伝承であったヘグリ町上小区には他にも、総歩氏の関連が疑われる上司が上昇、北条を含めかつて三条存在した。しかし、 残り二条のうちの一つ上昭中ぐすくは、長い歳月の中消滅し、現在では、そう歩みやぶという竹やぶが名残を残すのみであり、竹やぶの中にも遺構は見当たらない。もう一つの上昭南条は、ヘグリ調子にも記載されている存在が確認されている、文化財であったにもかかわらず無残にも、農地開発により消滅し、許可を与えたヘグリ調行政の文化財に対する、 認識程度の低さが露呈された一件となった。ヘグ町には、上記のほか、市議山城、椿井議、三里城、西宮城、下街都城、高安山城、平等寺関東がある。上昇、北城概念図2012.01、08。ありがとうございます。